朝日でございます。ご視聴よろしくお願いします。飲みます。あーうまっ。いや今日もお疲れ様でした。本当に、私は飲みながらちょっと今から編集しようかと思うんですけれども、まあ一個、まあ昨日ね、こっちの方にあるね、こっちの方にある、水槽を、まあ、レイアウト変更するぜみたいな話をしたんだけれども、ちょっと一歩引いて、水槽を、見てみたんですよ。見てみた、そしたらなんていうんですかね、いやこっちの水槽はまだいいんですよ、いいけど一番やべえ水槽って、いや真ん中の水槽だなと思って、うん、あれはやばいわと思って、で、まあ何が悪いかっていうと、まあ暗いんですよね、うん、で暗くて、まあこれもう何回も言ってるんですけど、アマゾンフロックビットがいっぱいになっちゃって、まあ、暗いんだけど、でアマゾンフロックビット私自身は好きだから、まあ浮き草ね、アマゾンフロックビットっていう浮き草があって、まあそれが好きだからずっと入れてるんだけど、さすがにだなと思って、抜いたっていう動画でございます。でこれも何度もやってるから面白くないと思うんですよ。わかる。飲みますけども、わかります、わかるんだけど、もうやるしかないし、うん、今日なんかこれやりましたっていう動画もいい、ね、まあ一応ね一応作っとこうかなみたいな感じなんですけど、あと最近このカメラがちょっとあれだな、このカメラがちょっとやっぱ最近買ったカメラがちょっと面白くて、であのこれね、これにガジャンコするして、ここがあの粘着性の粘着になってるんですよ。でこれがまたなんか昔なんかここを濡らして乾かすと何度でもあの粘着が復活しますぜみたいな、そういった商品ありましたよね。なんか昔、最近あんまり言わないけど昔なんかあったような気がするんですよ。でそれと同じで、まあ、これをまあここをまあニベアの蓋につけると、もうこういう感じですよ。ニベアの蓋でもこうがっちりホールドしてくれると。でこれでまあ水槽にこうペタッて貼り付けて、まあ、撮ってみたらどうかみたいな、うん、やっていることはアマゾンフロックビットをこう回収するってだけなんですけど、撮り方を変えることによってまた新しい世界が生まれるのではないかと、はい、やっていることはそうでもないのにねそういう動画ですよ、この動画はね。ちょっと飲みますけれども、大体あのいつも夕方過ぎにね、うん、夕方に動画を上げてると思うんですけれども、皆さんどういうふうにお過ごしでしょうかね、うん、やっぱご飯を食べながらとかかな、うん、いいですよね。まあ仕事帰りですよね。私も仕事帰って、私も朝早くから仕事しているから、うん、もう2時とか3時ぐらいにはもうちょっぱやで終わらせれば、はい、仕事が全部終わるので、自分の仕事も。でそっから撮影して編集して、今が5時前です、はい、でこっから編集して1時間半ぐらいにかかると、2時間ぐらいなんだけど、うん、編集してやると。でもう4時ぐらいから、もうそうは言ってもお酒飲みたくなるんですよね。寝るのがね早いんですよ。9時ぐらい、9時か8時ぐらいだから、うん、だからまあまあ今から飲んでもいいみたいな。あーうまい。ちょっとその面白い動画を、面白かどうかちょっとまだ見てないんで分かんないですけど、編集していきたいと思います。ちなみにこの水槽は
ヒーター入れてないから冷たいっす。冷たい。エビ入ってねえよな。エビ逃がしといて。エビは逃げる。逃がしといて。これも、この、私が久しぶりに動画上げるようになってから何回目っていうぐらい、はい。このアマゾンフロックピットに行く動画をやってるかな。3回ぐらいやってるかな。もうね、それ以外でもやったりするんですよ。マジで。なんかね、うん、どんどん増えてくる。どんどん増えてくる。よっしゃー。ちょっと2杯目。2杯目いきます。よっこいしょ1。2杯目はね、うん、甲州の、はい、ウイスキーですね。めっちゃ安いんですけどね。試しに買ってきました。よし、程よく混ざってるだろう。でげす。うん、まあ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 です。ということでね、はい、ちょっと編集しながら、途中まで作ったんで、ね、はい、最後、これで、挨拶にして、終わろうかと思うんですけれども、まあ、どうだったかな、カメラの性能、手元しかやっぱ映らなかったね。もっと広角だったらいいけど、やっぱ近いから近すぎて、あんまり、難しかったな。もうちょっと高い力やっぱ通らなきゃダメだから、ガラス面、水槽のガラス面にこうつけて撮るっていうのはなかなか難しいですね。ただなんかいろいろ可能性が広がるような、うん、やっぱアングルがね、このここから水槽のここから撮れるってなかなかないと思うんで、まあ、ちょっといろいろ考えれば面白そうな絵が撮れそうなカメラだなって思います。あと、まあ水槽に関しては、まあやっぱね、まだレイアウトをじゃ決めきれてないから、うん、まあトリミングして見やすくはなったってだけなんで、はい、まあそれもちょっといろいろね、工夫してやっていければなってところですね。うん、はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。まあこんな感じで、まあちょっとゆるくね、ゆるくいこう、うん、酒飲みながらね、ゆるくいきましょう。楽しく行きましょう。本当にね。うん。そんな感じで、はい、ゆるいチャンネルでございますので、まあ、よかったらね、気に入っていただければ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、お送りしましたのは、私、朝日でございました。じゃ。よし。終わりじゃー。